こんにちは、和紙セラピストの三原麻里奈です。今回のちぎり絵の動画制作なんですけれども、テーマこちらですね。はい、春のフラワーバスケット作り、春のフラワーバスケットですね。こちらをちぎり絵で制作させていただきましたので、そちらの制作動画に合わせて今回簡単にちょっとしたポイントをお伝えさせていただいております。ご参考になれば幸いです。それではどうぞ。はい、では早速制作に移ります。まずこちら今ちぎっている和紙なんですけれども、こちらはですね、今葉っぱをちぎっているところです。葉っぱには厚さの薄い緑の和紙を使います。ちぎり方に決まりはありませんので、好きにちぎってみましょう。だいたい目安としては1センチ ×1 センチくらいの大きさでちぎってみます。はい、それでは土台に葉っぱを貼っていきましょう。あらかじめですね、でんぷんのりを土台の方に塗り広げています。でその上に先ほどちぎった葉っぱの和紙をですね、今貼っているところです。真ん中に大きくちぎった和紙で、端に行くにつれて小さく細かくちぎった和紙を配置していただくとバランスよく仕上がりますので、お試しください。糊を塗るときはですね、筆に軽くでんぷん糊を取って土台の方に塗るようにしてください。和紙の方に塗ってしまうとですね、手にベタベタとくっついて、貼りにくくなりますので、土台の方に塗るようにすると、和紙も貼りやすい、作業がしやすくなります。はい、それでは次はメインのお花をちぎっていきます。バスケットの中央に配置する大きめのお花をちぎっています。緑以外でお好きな色の和紙を選んで、約1センチ ×1 センチ程度の大きさで丸を意識してちぎっていきます。土台の方にでんぷんのりを薄く塗り広げまして、先ほどちぎった和紙を貼っていきます。今度は色を変えてまたメインのお花をちぎってみました。追加で3枚ですね。こちらもしっかり糊を塗っていきます。お花を貼る位置なんですけれども、まずは、バスケットの中央あたりに配置するのがおすすめです。で真ん中にまず大きなお花を配置することで全体のバランスが取れやすくなります。では次は小さなお花ですね、小花をちぎっていきたいと思います。先ほどちぎったメインのお花よりも小さく細かくちぎっていきます。
土台にでんぷんのりを塗りまして、で細かい作業の時には爪楊枝を使っていただくこともおすすめします。先端に少しでんぷんのりをつけまして、そのまま貼りたい和紙をすくい上げるように取っていただいて、そのまま貼りたい箇所に持っていきます。で今度は水色の和紙を使ってですね、もう少し小さなお花を増やしていきたいと思います。こちらも細かく細かくちぎっていきます。ちぎった小花はですね、全体に散らすようにして配置していくと、その後の作業もしやすいですし、全体のバランスも取りやすくなりますのでおすすめです。小花がある程度ちぎり終えましたら、今度はまた葉っぱを増やしていきたいと思います。最初にちぎった薄い緑の和紙ですねをまたちぎっていきます。端の方に葉っぱを増やしていったり、バスケットの下の方ですね、もう少し広げていくイメージで葉っぱを足していきます。和紙を、この作品を作っていく上でのポイントなんですけれども、真ん中にですね、大きくちぎったお花の和紙をまず配置して、そして周りに外側に行くにつれて細かくちぎった和紙を配置していきます。細かくちぎったお花や葉っぱをどんどんと上から重ねていきます。立体感を表現したり、あと色の濃淡を表現することで作品に深みが増してきます。最後に鮮やかな黄緑色の和紙を使って春の、若葉をイメージした葉っぱをちぎっていきます。でポイントに入れることで春らしい明るいイメージの作品に仕上がります。最後にご自分の名前をサインして作品の完成です。完成した作品ですね、はい、冒頭でもお見せしましたけれども、こちらがフラワーバスケットですね。今回は春のフラワーバスケットということで、柔らかな色を、柔らかな春の色をイメージして制作させていただきました。はい、ちぎり絵なんですけれども、まあ、大まかな決まりはなく、シンプルで、まあ、ちぎって貼って描くということでちぎり絵なんですけれども、今回は、ちょっとバランスよく仕上げていただくために少し解説を交えながら
動画の配信をさせていただきました。決まりはない、自由と言われると難しいなという方はぜひ解説を、ご覧、お聞きいただきながら制作していただけると嬉しいです。で、解説や動画の作り方以外にも、あ、こんな風に作ってみたいなとか、挑戦してみたいなという方はですね、ぜひご自分なりの作り方で挑戦していただくのも、とっても楽しい作品が出来上がると思います。ぜひ、この春ですね、ちぎり絵を楽しんで、このフラワーバスケットを作っていただけたら嬉しいなと思います。と言いますか、このフラワーバスケットなんですけれども、ちぎり絵のキットをですね、制作しておりまして、オンライン上でも、販売する予定にはなっているんですが、今の段階はちょっとまだもしかしたら販売できていないかもしれないんですけれども、そのちぎり絵のキットを、購入していただいた方向けの、動画にはなります、はい、けれども、見て楽しん でもしやりたいなと思ったら、和紙じゃなくても折り紙でも、包み紙ラッピングでも楽しめるのがちぎり絵の楽しいところだと思いますので、ぜひ、自由に楽しんでいただけたらいいなと思います。それでは本日は、和紙セラピスト三原麻里奈が作るちぎり絵の動画制作動画、ご覧いただきましてありがとうございます。それではまた。